どうも、ロクロック組のエンタメラボへようこそ。ロクロック組のケメロジュと中年焼き事サグです。注文完了。何を注文したんでしょうか。例にとって全く効果がない森砂糖を注文しました。なくなっちゃったということで、100万回言えばよかった未回収伏線謎まとめ。あら、ということでね、物語もいよいよ佳境にね、差し掛かりまして、まあだいぶね、本当に前回の第6話でね、事件の全貌がまあ見えてきたなっていう感じだったよね。なので本日はね、いつもの直前考察動画とは違って、さっきも言ったように未回収伏線謎まとめっていうね、動画をやっていきたいというふうに思います。で、この動画ではね、人物ごとにその人にまつわるね、伏線や謎をね、どんどん言っていきますので、まあそのね、謎に対する自分たちの、まあ今まで考えてきた考察とかは、まあもちろんあるんですけども、やっぱ全て話すととんでもないことになっちゃうし、やっぱあくまでね、この動画はまだここが未解決未回収だよっていうのをまとめてお伝えするっていう動画になりますね。はい、きなりちゃんも入ってるかな。ある、任せてください。もちろんきなりちゃん、きなりちゃん入ってるけど、もうそんなに言うことないのよ。きなりって何者しかないんだけどね。うん、まあまあそういうところがね、語っていきますので、まあ皆さんのね、何か考察の役に立つ動画になれれば幸いです。本当に、はい、はい、幸いです、幸いですということなんで、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあまずは直樹からね、ちょっと触れていきたいんですが、まあなんといってもね、まあなぜ殺されたのか、まあここが一番大きな疑問ですよね。核だね、物語の。そうだよね。まあそれに伴って誰に殺されたのかっていうところなんですけども、でまあこれに付随してというか、まあ直樹の携帯を川に捨てた人物は誰なのかなっていうところですね。なんかさ、意外とさ、途中まで同じ人で途中から別の人になってる可能性もあるのかなってまとめてて思ったんだよね。ああ、なるほどなるほど。うん、まずそもそもさ、直樹と鈴鹿の殺害は同一犯ではないのかっていうさ、ところも、まあ、まず謎としてあるじゃないですか。うんうん、でこれに関しては劇中でさ、直樹の携帯は見つかるのに鈴鹿のはなくて、で鈴鹿の遺体はすぐ発見されたのに直樹は隠されてるっていうので、うんうん、なんか違うんじゃないかみたいな話はされてたけども、結構そのさ、携帯は割と投げ捨てられてるのに、まあ、おそらく直樹が殺されたであろうマサルの家のさ、カーペットはなんか焼却されてたりとか、うんうん、凶器であるハサミなんかは、まあ、現場からは見つからなかったりとか、なんかマサルの家周りは割となんかきっちりさ、片付けられてる感じがするんだよね。うん、だからなんかそういった途中からなんか人が変わってとか、うん、近所の川、そう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 、近所の川簡単に見つかるかな。そうなんだよね。そうだから、なんかそういったのもちょっと考えられるなって思いましたね。はい、で続いてはですね、鈴鹿の防犯カメラに直樹が映っていた時に持っていたあの紙袋は今どこにあるのかっていうところですね。おそらくね、あの中に入ってた500万円はまあリオが今持ってるから、それ以外の部分っていうのももしかしたらリオが持ってるかもしれないんだけど、うんうん、どこにあるのかってところですね。で続いてはですね、例の直樹が亡くなった1月13日の2時以降の直樹の記憶はどうなっているのかっていうところですね。そう、まあなぜここでね、どうなっているかっていう表現をしたかというと、一応幽霊ルールっていうのがまあありまして、なんか死ぬ前後の記憶はなくなるらしいんだよね。そうだね。うん、でもこの直樹の記憶がないっていうのが幽霊ルールによるものなのか、普通に何か外傷を加えられて気絶したりだの下からないものなのかっていうのが今まだ判断が難しいんだよね。うん、だからなんでその7時間の記憶がないのかっていうところがまあ一応謎な部分ですね。そうだね。はい、で続けて同じ13日なんですけども、ここでリオとの待ち合わせに直樹が行かなかったのはなぜなのかっていうところですね。やっぱりすでに身動きが取れない状態だったっていう可能性が一番高くはあるんですけども、まだ断定はできないところではあるよね。うん、はい、で続いてですね、なぜ直樹は死の間際マサルの家にいたのかっていうところですね。やっぱり本当にマサルの家ってのがかなりキーになりそうで、何かね、時計の鐘が鳴ったらめちゃくちゃ直樹苦しんでいたっていうのも謎だし、まあ、花をね掴んでいたりと、まあ、本当にかなり重要で、なんかあそこでまあ事件の核心的な部分っていうのは起きたっていう感じだと思うよね。うんうんうん、で続いてはですね、そんな直樹の遺体を遺棄したのは誰なのか、そしてなぜこの場所にっていうところで、まあ、本当にね、さっきも言ったけども、もしかしたら途中から別の人物にバトンタッチしている可能性もあるから、だから遺棄した人は違う人とかね、そういうのも考えられるのかなと。で続いては、直樹の弟は今どうしているのかっていうところですね。まあなんか病気がちでっていうので、まだ幼少期の頃の姿しか出てないんだけども、まあ直樹の仮装に弟がいなかった理由っていうのもっていうね、ところも直結してくるんですが、本当に今の状態っていうのがなかなか見えてこないところですね。そうだね、入院しててもそれのカット欲しいくらい。いや、そうだよね、ちょっとそういうカットあったり言及はしてほしいところだよね。で続いて、直樹では最後なんですが、ちょっと事件とは打って変わって、直樹が考えていた新しいメニューは何だろうなと。あら、うん、何ですか。何だろうなと
これね、第1話でエースケとユイがね、ハチドリで話してた時に、なんか子供食堂の看板を見て、エースケが、直樹が新しいメニュー考えてたみたいなんだよね、みたいに言ったんだよね。そう。だからなんかそれがもしかしたらね、最終回らへんに、なんかユズルの体借りて作るとかね。なんかそういったハンバーグ以外の、ね、新料理が見れるのかな。チップ&チョップスじゃない？そんな料理あるんだ。何も思い浮かばないけど。イギリスのチップ&チョップス。フィッシュ&チップじゃなくて。ん？ということで、まあ、直樹に関しては以上になりますね。はい。続いてはですね、もう一人この事件の鍵となる人物である高原涼香について見ていきたいんですけども、まあ、なんといっても涼香はなぜ殺されたのかっていうところですね。うん、まあ、前回の6話で犯人はね、田中きなりっていうことは判明しましたけども、まあ、その動機っていうのは、まだちょっと不明ってところですね。うん、うん。で、そしてそのきなりと涼香のつながりっていうのも明かされてはいませんね。うん、うん。まあ、ちょっとこの辺についてはかなり考察はしてるので、以前の動画とか見ていただければというふうに思います。続いてでは持ち去られた鈴鹿のスマホはどこにあるのかっていうところですね。おー、うん、これもまだ出てきてない。出てきてないんだっけ。出てきてない、ね、見つかってもないか。見つかってもない。でもその鈴鹿が亡くなった後に鈴鹿の携帯からリオにね、うん、こうなりたくなかったら黙ってなさいっていう風に送られてるから、うんうん、まあ多分こいつらら辺が持ってんだろうな。まあ無土地を無土地をあたりが持ってるんだろうなとは思うけども。でまあ鈴鹿に関してはこのぐらいかな。で続いてはですね、これまたかなり関わってそうだぞっていう鈴鹿の友達のリオですね。でリオについてはまず里親時代ですね、昔のあの時にリオが失踪した理由とは何なのかっていうところですね。で失踪した時に置いていった現金500万円はこれは何のお金なのかっていうところですね、うん、はい、でさらにこれにつながって、まあ、現代になるんですけども、まあ、置いてってで直樹が持っていたはずの500万円がなぜリオの手元にあるのかっていうところですね。おそらくリオは直樹殺害の犯人ではないはずですから、うんうん、どういう経緯でね、うん、あれがリオの手元に回ってきたのかっていうのが、まあ、かなりもう事件のそうだ、ね、うん、もう確信に迫るところにはなってくるだろうなっていう感じだね。あとなんか醤油みたいなのついてましたけど、あれ食卓。いやいや血だろ。え？いやなんで醤油つくんだよ。血だろあれは絶対に。あ血か。血です。そうだからその血が誰のかっていうところもね。いやそうだよね。まあ一番考えられるのは直樹のにはねなってくるんだろうけども。最近ついたものみたいな。うん、最近ついた。そうあのマサルがね直樹に託すときについてなかったから。なるほど。うん多分そういったまあ奪われたときに事件関係で奪われたときについた感じですかね。うん、続いてはですね鈴鹿が殺害された1月12日の夜ですね。リオから直樹に会おうと連絡してきた目的は何なのかっていうところですね。はじめはね、直樹は鈴鹿経由でリオの荷物を返そうとしてたわけなのに、あ、リオから連絡来るんだっていうのはちょっと引っかかった点だよね。まあでもここに関してはリオはね、その鈴鹿の死を当日に目撃してるわけだから、まあ何かね、その直樹に危害が加わらないようにっていうか、まあ直樹に警告するために、うんうんうん、もう次の日会おうっていうふうに連絡したそうだね。だかもしれないよね。だからなるべくはその、リオも直樹との接触をずっと避けてはいたのかな。その、そうだね、直樹が巻き込まれないように、うん、っていうことなんだろうね。そうだね、うん。続いてはですね、リオはなぜユイとの待ち合わせに現れなかったのかっていうところですね。その喫茶店でね、店の前までは来ていたから、うん、多分エースケが視界に入ってから辞めたっぽいんだけどね、うんうん、確かに一発目のねあそこが気になるな。そうそうそう。で第4話でも一応近づいてきたんですが、そこではね多分孫さんが途中でパーって来たから辞めたんだろうね。だからまあ2人きりで何か自分がリオだよっていうことも明かして何か直接伝えたかった、2人きりで伝えたかったっていうことなんだよね。ここら辺はねそれができなかったんだよな。そうできなかったっていうことね。はい。続いてはですね、なぜユイの美容室にリオは現れたのかっていうことだね。うん、これは多分ドタキャンした後の話で、はいはい、うん、まあ自分のね身分はリオだっていうことを明かさないで近づいてたわけだから、うんうんうん、一刻も早く直樹が今どうしてるのかとかそういうのを探りに行ったのかなっていうのは考えられるよね、うん、はい、はい、で続いてはですね、そんなリオの内縁の夫石岡誠二郎はなんか怪しいな、うん、なんですかなんか怪しいなっていうね。うん、なんかここ、うん、なんて言おうかなと思ったけど、なんか怪しいなぐらいしか出てこなかったんだけど、ね、守ってる、うん、なんか、うん、そう。でもなんであんなにさ、守るんだろうなっていう。本当にただ惚れてるってだけなのかな。いや、一度愛した女だからでしょ。いや、かっこよ。いやいや、でもなんか匂うじゃないですか。まあ確かにね。大物しな、うん、はい。そうそうそう。なんで、まあここもちょっとまだ注目かなっていうところですね。あれ、続いてですね、リオのこっち来ないでの本当の意味とは何なのかっていうことですね。まあなんとなく劇中でもそこはユイがね、察していて、うん、まあ私を守ってくれてるのかもみたいなことは言ってたけども、まあ実際はどういう意味があるのかなっていうところですね。まあ過去にもね、そういったセリフを言ってましたけども、その後、鈴鹿、リオはグーミーに連れられてどこに何しに行ったのかっていうところですね。まあここら辺もね、
今まで何かそういった売春的なことをしていたんじゃないかみたいな一応考察はしてましたけども、まあ、何か他にね考えられるかって言ったらちょっと難しいところではあるよね。まあちょっとここも何か全く別角度の考察だったら聞いてみたいなっていうところかな。で続いてリオ最後なんですが、武藤千代との関係とはっていうところですね、うん、まあおそらくね武藤千代がそういった売春云々の元締めなのかなっていうところではあるんですが、うん、まあ、実際のところどうなのかっていうのがまだ謎ですね、うん、はい。で続いてはですねユイについて見ていきたいと思うんですけども、まあ、ユイに関してはまずは里親に預けられた理由とはっていうところですね、はいはい、うん、まだ結構ユイのね家庭の環境っていうのが全然語られてないのでここが謎ですし、でなぜユイは母親と仙台に行ったのか、まあ、ここもねまあ察するに多分母親のなんか地元か何かが仙台なのかもしれないし、うん、なんか仕事の都合なのかもしれないしっていう、まあそんな重要なとこではないと思うけども。で続いてはですね魚住譲について見ていきたいんですが、はい、まずはですね譲と村中のぞみが1ヶ月で別れた理由とはっていうところですね。あ、はいはい、うん、同じ警察にいる女性なんですけども、うんうん、今のところね劇中ではのぞみ的にね思ってた人と違ったから別れたっていうことはね言及されてるんだけども、うん、でもね自分から付き合ってほしいって言っといて自分から振るっていう、しかもこの1ヶ月っていう速さ、うん、やっぱ何か幽霊が絡んでるんじゃないかなっていうふうにはね僕は思ってるんですけども。それでね幽霊かかってなかったらけしからん女ですよ。いやけしからん女だしこの設定何なんだろうっていうね、うん、何に生きるのかなって思うので、まあ、ここちょっと注目ですね。で続いてそんなゆずるはなぜ直樹と樋口さんの幽霊は見えたのかっていうところですね、はい、ゆずるは代々そうやって幽霊が見える家系だけどもずっとゆずるだけは幽霊見えたことがなかったのになぜか直樹とかはね見えるっていうことなんで、まあ、ここも何か理由があるのかそれともまあちょっと運命的なものなのかっていうところも気になるところだね、うんうん、はい、はい、で続いて最後ですねゆずるの姉がゆずるの背中を見て表情が曇ったのはなぜかっていうところですね、うん、まあ、これに関してもまあ答えはほぼ出てて第1話でさゆずるがね初めて幽霊過去直樹をね見えたことになんか気づいて電話かけてきたからやっぱりなんかね背中見ただけでちょっと何か良くないこと起こってるなっていう風に察したっていうだけだとは思いますね。まあそれが寿命が削れてるよっていうなんかそうそう。で続いてはですねかなり重要な人物であるエースケ見ていきたいんですが、まずはエースケとマサルの関係はっていうところですね。あ、うん、意外と明かされないというかそう言われてみれば何なんだろうっていう感じだよね。なんか自動ボランティアの、うん、ただの横のつながりなのか、うん、それとももうちょっとグレーなところがねあるのかっていうのはまだわかんないもんね。そうそう、だから明かされてないからこそやっぱ考察班的にはねそういったマサルにも疑いの目が向いちゃうみたいなね状況ではあると思うんですけどもね、うん、はい、続いてはですね直樹が亡くなった1月13日の午後4時22分に直樹からエースケの電話があった、あれは本人なのかっていうところですね、うんうん、一応着信履歴は残ってるからその電話があったのは間違いないんだけども、うんうん、でもやっぱりその時間ってすでに直樹の記憶はねないはずだし、うん、もうすでに何かしら手が加えられてる可能性が高いから、うん、やっぱりあれは自分でこうやってアリバイ工作して着信履歴を残したっていうのが一番考えられるんだよね、うんうん、で続いてねエースケがね子供食堂で面倒見ている子供がねいなくなったって時にエースケが車でボソッと言った、なんであんなところにっていうのはどういう意味なのかっていうところですね。あ、うん、まあねこれは本当にそのままなんであんな森の奥に行っちゃったんだみたいにも取れるけども、うん、それを聞いた直樹の幽霊がなんかちょっとんっていう表情をしてたから、まあ、ここももしかしたら直樹殺害のね候補の筆頭だから、うんうん、何か別の意味が含まれているって可能性も高いよね、うんうん、はい、で最後はですね、まあ、エースケはグーミーなのかっていうところですね。あ、まあまあそこはまだ一応明言はされてないから劇中で、うん、まあでもほぼ確実だとは思うんだけども、だったらまあグーミーとして何をしてたのか、本当にドライバーだけなのか、うん、どのように組織に関わっていたのかっていうのが謎な部分だよね。そうだね、うん、あまりにもエースケだからさ、うん、ちょっと疑う部分あったんだけどまあまあ、まあ、このテンポでいくとやっぱエースケですっていう明かし方はするんだろうね。いやまあするだろうね、うん、ここはまあ疑わなくていいかなっていうところかな、うんうん、はいはい、で続いて最後ちょっと待ってください、エースケ終わりですか。エースケ終わりです。何がおかしいな、1個ないんだけど。何ですか。あのエースケがやってる塾みたいなやつ、はい、あの24時間解放してるでしょ。します、ね、業務形態はどうなってんの。あーそこね、うん、あれもね、いろいろコメントいただいた人いるのか、エースケがずっと起きてんのか、もう血眼になってこういや、エースケめっちゃいいやつじゃん、それだったら深夜3時でも起きてるのかっていう業務形態いや、あれはね24時間解放ちょっとまあ、怪しい部分であるよね、もちろん
匂う部分であるけど、バイト入れてんのかな。いや、うん、まあそこ、いや業務形態っていうよりなんか事件に関わってたんじゃないかとか、そっちじゃないの。あ、業務形態。いや、業務形態は別にどうでもいいんだけど動画編集してて思ったんだけども、なんかその子供110番の家みたいな、あ、はい、逃げ込んでいいよ、なんかそういうニュアンスで書いてるだけだと思って、なんか具体的に本当にね、その時もずっと人が待っててとか、そういうことではないと思うんだよね。要は待機所的なね。なんかそう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 、まあ特に深いあれはないのかなとは思ってますね、はい、ここはね。で、続いてきなりについてなんですが、何者なのかっていうところですね、うん、なんやねんなんやねんっていうところですね。リオの部屋で勝手なことされると困るんでみたいな風にも言ってたし、うん、本当にまだ全然何もわからないっていうところですね、うんうん、はい、で続いてきなりはユイの部屋に盗聴器を設置したが、盗聴の目的は何なのかっていうところですね、うん、まあそれこそね、チヨの指示なのかっていうところもまだ不明ですし、うん、まあ次ね、なんかユイが狙われるっぽいから、そうだね、まあ、やっぱり一連の事件の関連で盗聴器っていうのも仕掛けたんだろうね、うんうん、で、まあそんなね、まあきなりと、まあ武藤千代っていうのが一体どういう関係なのかっていうところですね。確かに。うん。まあ本当それこそ、まあ武藤千代が何者なのかっていうところにも繋がるんですが、うん、うん。本当にこの辺の一味の全貌っていうのが、まあ7話で見えてくるかなっていう感じですかね。まあいろいろね、明かされそうだな、うん。そうだね、動きそうなんで、まあここ注目。一番多分注目なところ、うん、この人たちが何者であるかっていうのが多分全ての答えであるだろうからね。まあそうだね。うん。で、最後はですね、今挙げたメインな人物とは違うんですが、ちょっと気になるところ、ちょっとだけ言っていきたいんですが、まずね、ソタ君演じる橋本健人っていうのはなぜ店を辞めたのか、これ本当に軽く見てる人は分かんないと思うんだけども、うん、なんかね、2年前のそのユイと直樹が再会した時のハチドリでホールで働いてたイケメンの男の子がいるんですけども、はい、あれがね、もう超人気若手俳優のソタ君なんだよね、はいはいはい、でもなんか現在のさ、ハチドリでは働いてないっぽいじゃないですか。そうだね、うん、だから何かここもそれこそ事件に繋がってるのか分かんないけども、いいとこ就職しちゃったんかな。あ、まあ単純にね、大学4年生とか。いや、まあまあそうね、それも全然あるけども、でもソタ君使うかっていうのはメタ的なことではあるけども、マジで一瞬だったし、てか別にその寄りのカットもなかったから、なんかね、そうそう、ちょっとしたエキストラに近いようなね。ね、そう、だいぶ贅沢な使い方してるから、はあ、なんか俺もしかしたらここがね、エースケになんか付け込まれて、そっちの方の仕事で忙しいというか、そっちに関わっていっちゃってるみたいなのもあるのかなと思ってますね。はい、で続いてですね、孫さんの亡くなった旦那ウジンさんとユズルの関係とはっていうところですね。ウジンさんとユズルっていうのはめちゃくちゃ瓜二つらしいですから、何かそれがね、霊的なところでというか、うん、まあそれこそなんか生まれ変わりだとかね、いろんな説ありますけども、本当にただ似てるだけなのかどうかっていうところが気になるところね。はい、でそれに付随して最後ですね、もう一体の幽霊原田弥生は何者なのかっていうところですね。そうだね、うん、まあこれも7話では分かると思うんだけども、うん、まあおそらくその孫さんの旦那のウジンさんを例えばなんか事故で跳ねて殺してしまったみたいな、ね、うん、そう、そういった加害者みたいなね感じなのかなっていうのは予想できるよね。そうだな、うん、はい、ということで、まあ謎は一応以上にはなるんですけども、うん、まあ細かいところも含めれば満載ですな。いや、そうだね、かなりあると思うんですが、まあ冒頭にも言ったようにね、もう僕たち的に、そしてね、考察してる皆さん的にも自分なりの答えが出ている箇所っていうのはたくさんあるとは思うんだけども、はい、まあにしてもまだ分かってないことっていうのはたくさんあるなっていう感じですね。うん、うん、まだもやかかってますよ。そうだよね、そう。でも本当に物語ももう次7話ですから、結構ね、かなり事実が多分前話ごと明かされていくと思うので、うん、うん、考察っていうのもどんどんできなくなっていくっていうか、もう答えがね出てきちゃうから、はいはいはい、できなくなっていくと思うので、ぜひねこの動画で、あ、そこそういえば考えてなかったなみたいなねとこがあったら、ぜひともね、うん、考察してみてはいかがでしょうか。はい、ということで僕たちは100万回言えばよかった以外にもいろんなドラマ考察やってますのでね、ぜひチャンネル登録していただいて楽しんでいただければ幸いでございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、66Bでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。ということで、サク、はい、直樹が考えていた超微妙な新メニューとは何でしょうか。天かすビッグサンド、うん、う、天かすビッグサンド、それ洋食、サクサク洋食なのそれ。あ、想像つかない。